ほとんどトゥレアールとは、マダガスカル原産の愛玩用の犬種である。道東南西部にある港町にちなみ、犬種名は、トゥレアール公に作面化を意味する。貴族だけでなく、スイフにも愛されていた、一風変わった犬種である。フランス領レユニオン島原産の犬種であるほとんど、レユニオンの直系の子孫である。ほとんどレユニオンに、ハバニーズやマルチーズ、 ビションフリーゼなどの剣士を荒廃させて作出された。ほとんどトゥレアールは、貴族の愛狩用剣士としてだけでなく水夫の、お供としてネズミ狩り、番犬、レトリーバーとしても使われていたという、変わった経歴の持ち主である。島という孤立した環境で数百年の間、純血が保たれ、改良も進められた。一時期は貴族によって庶民がほとんどトゥレアールを、 飼育してはいけないという法令が出されたが、それは成立以来ずっと無視され、いつの間にか廃案になった。20世紀に入ると、ヨーロッパに数頭が輸出されて繁殖が行われ、1970年には、不思に公認犬種として登録された。以来アメリカ合衆国やカナダ、イギリスなどで密かな人気を得ているが、その一方で、原産地マダガスカルのコトンドトゥレアールは、 正常不安定のため、数が激減し、貴重な存在と化してしまった。しかしながら、輸出されて、外国で飼育されているものの数は多いため、絶滅の心配はほとんど必要ないとされている。犬種名にもなっているコットンのようなシャギーコートは、ふわふわしていて乾いた綿花のような手触りをしている。コートは抜けにくく、匂いは少ない。毛色は、ホワイトか、 ミルクホワイトが主であるが、クリームまたはブラックの小口が混じるものもいる。垂れ耳、背中に背負ったきをも飾り毛に覆われている。体高25から30センチメートル、体重5.5から7キログラムの小型犬で、性格は好奇心旺盛で、有効的だが、落ち着きがなく世話しない面も持つ。泳ぐことが大好きで、運動量は中型犬並み以上に必要である。 飼育には落ち着かせるためのしつけと、長めの運動が欠かせなく、たまに海や川で泳がせることも必要である。ありがとうございます。